さっきの言葉で広島にしっかりと残って下津駅下今井中継へようこそ。これから約35分間のノスタルジックな SL の旅をお楽しみください。豊洲から鬼怒川温泉駅までの間、橋梁からは雄大な日光連山やダイヤ川、鬼怒川の流れ、のどかな田園風景をご覧いただけます。またお時間のあるお客様は、当駅昭和10年代をモチーフにしたレトロな駅舎や SL の歴史、仕組みなどに触れることができる SL 展示館、転車台広場などもお楽しみください。お待たせいたしました。4番線には SL 大樹5号、鬼怒川温泉行きが参ります。安全のため黄色い展示ブロックを踏まずに後ろでお待ちください。
ただきます。12時55分発車、特急ティルダー2号、JR 新宿行きが発車いたします。
お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。ウイズ高原小座口行きでございます。一車線のウイズ高原小座口行きが15時50分、終点のウイズ高原小座口15時50分の到着予定でございます。一車線のウイズ高原小座口より一先ウイズ荒海方面会津田島行きご利用のお客様は会津鉄道にお乗り換えとなります。16時44分、終点会津高原小座口より16時44分の連絡です。次は鬼怒川公園、次は鬼怒川公園お出口左側でございます。左側でございます。
伊豆田島行きでございます。まもなく発車いたします。しばらくにご注意ください。終点の会津田島、終点の会津田島に到着でございます。お降りの際、お忘れ物、落とし物、忘れませんようお注意ください。終点の会津田島でございます。会津下郷、湯の上温泉、芦ノ牧温泉、西岡松方面、会津若松駅ご利用のお客様、前方通路を渡りまして4番線、5時47分の連絡です。ご利用のお客様、前方通路を渡りまして4番線へお回りください。終点の会津田島でございます。本日は特急リバティ会津131号ご利用いただきありがとうございました。終点の会津田島でございます。お出口は右側です。
ます。アイスを楽しんでね。ロコベコ温泉。